もちろん勝ちます。絶対勝ちます。自分たちはサイドシュートも確率高くて、上からもどんどん打っていけるチームなので、攻撃力は他のチームと比べて少し高いところが持ち味で、6月2日の決勝でも会場も相手も圧倒するような気持ちで練習にも臨んで、本番ではその気持ちをぶつけて戦っていきたいと思います。絶対に負けないという気持ちを練習で出して、ハンドボールを楽しむことを忘れずにやってました。インターハイ予選では勝つことだけではなくて、ハンドボールを楽しむことを忘れずに、去年の夏のインターハイで優勝して2連覇に向けて、またインターハイ予選の切符を取って優勝目指して頑張りたいと思います。上のレベルでつながってきて、僕たちにとっては君と恋は憧れの存在でした。小さい頃から一緒にハンドボールをしてきて、とてもハンドボールが大好きな人たちで、とてもいいチームだと思います。君高校は良き友であり、良きライバルでもあるので、自分らにとって最大のライバルだと思っています。